能見さん、はい、阪神タイガースのキーマン、うん、僕岩佐投手かなと思います。桐敷投手とかね、島本投手っていうところがこう、ね、しっかりともう結果残したので、まあ、その中にね、こう岩佐投手の存在っていうのもまた目立たないといけないので、まあ、本人はね、しっかり燃えてると思いますけど。いや、能見さんが背負った14番がね、また14番だからではないですよ。いや、私ちょっと思い入れがあってしまうんですよね。違うことか。はい、全くその立ち位置ね、やっぱり怪我しててっていうところで捉えてしまってるので今のところ。うん、そうですね、やっぱり出てきてピリッとこう、そうですね、やっぱりね、頑張ってほしいというところですね。はい、うん、オリックスの中でもキーマンって僕山岡投手かなと。うん、あのリリーフ回ってるのでどんな場面でもいけるっていうところは、うん、使い勝手いいですし、ロングもいけますしね。そうですね、